はい、こんにちは、Qさんです。いつもありがとうございます。滝行5日目終わりました。素晴らしいですね。気持ちがいいです。もちろん寒いしめちゃくちゃ冷たいんだけども、ありがたいですね。やっぱりね、健康にこうやって滝に打たれることができるってね、もう16年ぐらいやってますけどね、本当感謝しかありません。今日はですね、朝6時ぐらいに起きまして、まあ車で行こうと思ったんですけども、まあ朝だからっていうのもあるんですが、道路がねかなり凍結してまして、これはちょっとまずいなと思って結局歩いてきました。でこの辺もね凍ってるんですよ今。だから雪の上はまだ歩けるんだけども、そのタイヤのところですね、わだちになってるところが結構氷になってるんですよ。だからそこ多分ね足滑りやすいんで、ちょっと気をつけていきたいなと思うわけですけれども、今日もね本当ね、足がねこう冷たいんじゃないんですよ、もう暑いんですよ。冷たいを通り越してね暑いという感覚なんですよね。うわ、これなんかちょっと次の段階に来たなっていう感じがしたわけですよ。で実際あの滝に打たれてる時もですね、もう完全に氷点下じゃないですか。で周りつららだらけなんですよね。で一応かろうじてですね滝は流れてますんで、外気に比べるとまだ水がね流れてる分なんとなくあったかい気がするんですけども、でもそれでもめちゃくちゃ冷たいは冷たいんですよね。でもカチンってね頭が凍るような感じなんですよね、本当に。でも暑いし痛いし凍るし楽しすぎますよねかなりね。で俺そう思い出したのがさ、あこれなんか懐かしい感覚があるなとちょっとあったんですよ。どういう話かというとですね、まあ、少しスピリチュアルというか突拍子もない話になるんですけども、僕昔これやってたんですよね、生まれる前に。でね、本当かどうかなんてのはこれも確かめようもない話ではあるんだけれども、2004年にですねスピリチュアルに出会った時に、そのきっかけになったのが僕の前世を見てもらったんですよね。でその時にチベットのお坊さんって言われたわけですよ。でその段階ではですねスピリチュアルとかなんかその言葉も知らないし、まあオカルトだなという感じで思ったんですけどもね、それ聞いた時にね、あなんかそんな気がすると思っちゃったんですよ。で仏教にもねチベットっていうところ自体にもね、まあ、興味なくはなかったですよね。あのインドとか好きなんで、チベットっていう言葉自体はすごく魅力的でしたけども、それがじゃあ仏教と関係あるかどうかも知らなかったんですよね。あチベットってなんか山奥なのかなっていうぐらいの感じで、でチベットのお坊さんだって言われた時に、なんかそれそんな気がすると思っちゃったんですよ。でそっからなんですよね、僕はそのスピリチュアルにブワーッと傾倒し始めたのが、いや本当それなんですよね。だからね、本来であればさ、あなたの前世はチベットのお坊さんですよって言われたところでね、いやなんかその雰囲気見て適当言ってんじゃないですかぐらいに、ちょっとうがった斜に構えた見方をしてもいいはずなんですね。それまでの僕は多分そうしてたと思うんですけども、なぜかその時に聞いて懐かしい何かを思い出したような、そんな気がしたんですよ。でそこからもうドカドカドカーっとのめり込みましてですね、でちょうどブログも書いてましたんで、いや書き始めたんですよ。でもそのブログっていうのは日々の日記だったのがですね、なんかスピリチュアルな気づきの証みたいになってですね、でそれが宇宙と仲良しっていうブログになって、で多くの人が大体見るようになったんですよね。でだからスピリチュアルブログっていう風な感じになって、今スピリチュアル YouTube とか言いますけどね、まあそれこそ15、6年前はスピリチュアルブログで、で僕はもう先を走ってたんですよ今とあんま変わんないですよね。 YouTube 始めた頃も、まあ、誰もやってなかったし、スピリチュアル YouTuber っていうくくりにね入っちゃったし、そうなんですよね。ほんでね、滝に打たれながら、あこれ俺やってるなとしきりに思って、でこれどういう話かったらさ、僕のね魂というかね、なんかあの奥の底の底の底にさ何かあるんですよきっと。その何かっていうのに繋がった瞬間に人生がバーバーと加速して
自分のミッションとか使命につながって、なんか天命をですね全うする方向に走るんじゃないかなという気がしてるんですよね。で、僕あの三名学のね話時々しますけども、まあ、言われたんですよ。僕のその星はですね、まあ、生年月日とね両親の生年月日も両方見て、その見てもらうんだけどね、なんか精神世界の情報を伝える使命があるってね、あと滝行やった方がいいわよって言われたりとかですね、僕のこと知らないはずのにねポンポンって言われたんですよね。まあそれはもう誰が見ても同じなんだっていうね、一応その方言ってましたけれども、そうなんだなという感じです。で、多分その奥の底に底にあるのがチベット時代の何か修行の形跡なのかもしれないですね。で、それをね今さっき思い出したんですよ。で、その意識っていうのはおそらく潜在意識を通り越した超意識なんでしょうね。自分の本質の本質につながっている。ちょっと前の方に人がいるんで、喋りながらさ歩いてると返事されそうだね すごいですね。車も全然動かない状態です。ここ九州ですよ。一応福岡だからね、九州ですよこれね。北海道東北じゃないしってことですね。ほんと今年は年始からすごい天気に見舞われてますよね。で、さっきの話の続きだけどね、でその超意識っていうのが多分あるんですよ。自分の本質の魂的なですね。で、その上にその神意識っていうのがあったりするんだけども、まあ、僕の貪欲の法則のね本によると、で超意識っていうのがあってですね、でそれは潜在意識っていうのがいわゆるその生まれてからのデータベースなんです。ですね、そこにいろんな経験体験のですね通したプログラムができるんですね。で、安全なものは OK、 危険なものはダメっていう感じで振り分けるんです、単純に。で、危険なものをですね排除するプログラムができてますんで、だから一回ですね苦手意識を持ったらそれはずっと苦手だと。なぜなら自分にとって危険なものをね避けるという身を守るためにありますんで、でそうやって強い力で守るわけですよ。だからまあ多かれ少なかれですね、僕も多分苦手ものとか結構あるとは思いますよね。で、できることできないことってあると思うんだけども、そういうのですねわーって通り越す瞬間があるんです。で、古来よりですね人はなぜこういう精神修行をするかというと、おそらくそういう魂超意識につながることによって自分の本質や使命を見つけたかったんじゃないかなと思います。で、僕がやってるのはねまだ本当まだにわかな感じで、本職のね業者さんにはもう足元に及びませんけどもね。でもやっぱり今日すげえカチンカチンに凍った滝に打たれてる時にさ、なんかピキピキピキと、あ、そうか、俺これ昔やってたし、やっぱりこういうことずっと続けるようになってんだなということが分かったんですよね、改めて。だからなんかね、僕は精神世界に出会ったのが2004年で、すごく新鮮な響きがあって、で、サラリーマン時代もう全然ダメダメでさ、将来の見通しも全くできずに給料も少ない状態だけれども、何かしら希望の光を見えたんですよね。ただそれはね、僕に限ったことじゃないと思うわけやっぱり人間はその現実的な生き物であると同時に精神的な生き物なんですよね。で、本質的には全部その宇宙の根源に帰っていくんですよ。だから最後一つなんです、ワンネスって言いますけどね。で、その一つの魂から分化して、例えばその雲がありますよね、雲ね、空に浮かんでる雲、それが
水滴となって雨として落ちますよね。でその雨の一滴一滴が現世の俺たちなんだよね。でそれもいずれ地面に吸い込まれ、そして水蒸気となってまた雲に戻っていくわけです。だからその前世っていうのが一つのね、魂がずっと続いているというよりは雲からね雨となって落ちるわけ。雲をワンネスって言うんだよね。で雨が我々の魂の一つの魂ね。でもそれは一つっていうのがずっと繋がってるわけじゃなくて、大きなワンネスの中にだ魂共有してんの。意味わかりますよね。だから A という魂があって、 B という魂があって、 C という魂があってってじゃないんですよ。魂という魂があって、そこから水滴に落ちて、そして天から地面に落ちていくまでが一生なんですよ。今まさにそういう状況ね。で地面に落ちていったらそれがやがて水蒸気となってまた戻るわけ。それを死って言ったりするんだよね。でちょうど今空からさ落ちてるところでやってるんだけども、その魂の根源であるいわゆる超意識的なワンネスの状況で、俺はそのチベットのお坊さんという一つの形をね、まあ、それ多分メッセージで単なるね、そういうこと知ったかどうか分かんないけどさ、それを聞いて、あ、なんか俺の魂の出所ってそういうところと親和性があるんだなっていうことを思い出して、でもっと言うとこれ別にね、さっき言ったようにさ、あ、じゃあ Q さんチベットのお坊さんなんですね、私違うからか、ね、関係ない、魂とか関係ないか思うんじゃなくて、一つの切り口として俺はそういう魂の出所に繋がったんだよね。でそこからわーっとのめり込んでいったっていうのがあるわけです。だからおそらくこれね、もうね12分間喋ってますけど、ここまで見てさ、なんのこっちゃと思ってるかもしれませんが、あ、でもなんかわかるわかるわかる、うん、魂の出所ってあるよねって、で最終的にはみんな一緒なんだよねって、今水滴で一つ一つのね水滴でこの地球を生きてるわけだけども、でも最初は大きな一つの雲だったんだよねって、でそれがやがて地面に落ちてから水蒸気になってまた雲に戻るんだよねっていう、でそれをずっと延々と繰り返してるっていうのが、まあ、この魂のサイクルなわけ。 A という魂、 B という魂があるんじゃなくて、大きな魂という魂があって、そこからその都度その都度水滴となって現れるわけですよ。だからお分かりの通り元はみんな一緒なの。僕の魂もあなたの魂もみんな一緒なんだよ。魂は出どころが一緒なの。なんか俺今すごいこと言っちゃったかな。なんかつらつらと。でそんなことを今滝行しながら思い出したっていうことです。でもしこのねメッセージ聞いてなんかそういうイメージがあっと湧いてきたら、ちょっとしたらあなたも魂の出どころに少し触れたんじゃないかなと思います。するとどうなるかといったら、この水滴としてはね根性で与えられた何かしらの、まあ、生きる意味みたいなのがあるか分かりませんけどね、まあ、自分なりにこうやって生きていきたいなっていうのが見つかって人生加速するんじゃないかなと思います。まあいずれみんなそうなるんだけどね、はい、水滴同士可愛く生きていきましょう。ありがとうございました。